前の試合では勝利を収めています。このまま勢いに乗りたいですね。前半開始です。危険な位置です。緊張感が増してきます。ディフェンスがここで打つコーナーキックです。これはあるか。ここはクリアされました。ボールを運びゴールに襲いかかります。いいパスだ。ゴールキックで再開になります。これは強い。ボールを奪われません。ボールへの寄せが非常に速い。いいクロスだ。いいボールでしたがここはクリア。カンテ、ピュー、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。前方へは苦しいか。ここはインターセプト。しっかり予測していました。さあスタジアムのテンションが上がります。サイドからの攻撃へ向かいます。いいクロスが中に入った。ここでシュート。素晴らしいセーブ。ここは難を逃れます。コーナーからのキックとなります。中に入れた。ボールをクリアしたい。コーナーからゲームは再開です。先ほどのシーンをご覧ください。ここはいいセーブを見せましたね。コーナーからエリア内へ。ここはしっかりクリアされました。これはカウンターのチャンスです。ヘディングでクリア。スローインです。マジョ、ここは中央の選手にクロス。キーパーゴールキックの精度に欠きました。いい形でゴール前まで持ってきました。サイドチェンジしました。危険な位置です。緊張感が増してきます。ピュー、メンディ、タッチラインを割りました。スローインです。カンテ、ここは簡単にボールを渡してしまった。メンディ、ボカ、ボールを運びゴールに襲いかかります。
ピュー、ミッドフィールドでボールを取りました。さあスタジアムのテンションが上がります。短いパスをつなぎ様子を伺っています。相手がボールを奪い攻撃を止めました。カンテ、主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。サイドへ振るマッジョ。おっとどうしたでしょうか。マークを外したらいけません。ピュー、いい形でゴール前まで持ってきました。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。サイドへのパス、ボカ、中央にクロスが上がった。大きくクリアできていません。危険な位置です。緊張感が増してきます。ここはインターセプト、しっかり予測していました。中央にクロス、ここはクリアされました。マジョ、ボールを運びゴールに襲いかかります。メンディ、うまく読んだインターセプト。前半試合は後半に入りました。ピュー、さあスタジアムのテンションが上がります。キーパーがクロスをパンチ、どうだ。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。さあこのゴールで試合も面白くなってきました。はい、戦力が勝るチームがビハインドにあるというのは試合展開としては面白くなったと言えますね。先制点は後半に生まれました。横へ展開をします。ここで打つ、ゴール、軽率な失点でしたね。点を取った直後には気持ちが緩みがちですが、そこを突かれました。同点ゴールが決まりました。ピュー、いいカットです。ボールを奪いました。あっと、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。振り抜いた、コーナーのチャンスです。勝ち越しゴールを決められるでしょうか。
キーパーファインセーブ。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。ボールはエリアへ。ここはしっかりクリアされました。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。これは残念、ボールを手放してしまいました。カンテ、いい形でゴール前まで持ってきました。無理をしません。タッチラインの外にクリアしました。いいクロスが中に入った。ボールが相手に渡りましたがまだチャンス。カンテ、危険な位置です。緊張感が増してきます。コーナーです。ボールを入れた。中央へのボールはクリアされました。中はどうだ。中央にクロスが上がった。このボールは相手にクリアされました。守備への切り替えが早い。ここで止めます。ボールを運びゴールに襲いかかります。これは強い。ボールをしっかりキープ。カットしました。ここはどうするでしょうか。真ん中にクロスを上げた。マッジョ、さあまたここからの連携。ここを潰すことができません。さあスタジアムのテンションが上がります。キーパーがクロスボールを弾き出しました。このパスはカットされました。サイドチェンジ、ボールがこぼれました。マジョ、ピュー、いい形でゴール前まで持ってきました。中の選手にクロスを入れた。ここはゴールキーパーの好判断。パスは頭でつなぎました。危険な位置です。緊張感が増してきます。いいボールを入れてきましたがここはクリア。中央にクロス、キーパーにボールが収まります。このまま同点で試合が終了という雰囲気には感じません。マジョ、ボールを運びゴールに襲いかかります。ここはクリアされました。安定しています。またしてもボールをクリアしました。しっかりキープしています。マジョ、ボールを返します。ボールを失いました。足元にクロス、いいボールでしたがここはクリア。いいボールを出したいですね。これはあるか。ここは中央の選手にクロス、
残り時間はあとわずか。このコーナーから点を取れば決勝点でしょう。中に入れた。チャンスにはつながらなかったようです。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。これは最後の最後にチャンスがやってきスルーパス。これはチャンスだ。キーパーがリードを許しません。これを止めたのは大きいですよ。これが決まれば大きな得点になります。ボールを入れました。ここはボールをキープ。ディフェンスをものともしません。さあスタジアムのテンションが上がります。ボールがこぼれた。試合時間は残りわずか。フリーキックのチャンスです。アウェーのサポーターからブーイング。時間を無駄にするプレーに不満をあらわにしています。アウェー側のサポーターはこのゲームの勝ちにかなり期待していますからね。ホームチームは勝ち点1でいいな。ここで試合終了。ドローとなりました。シーズン終盤、重要な試合でチームは勝ち点1を追加するにとどまっています。昇格に向けて足踏みする形となりましたね。はい、勝ち点に落としたと言えますね。
キックオフ、試合が開始されました。ボールを取りました。さてどうする。いい形でゴール前まで持ってきました。マルタン、仕掛ける前にボールを奪われました。マルタン、危険な位置です。緊張感が増してきます。入るか。見事に止めました。スーパーセーブです。ゴールラインを割ります。コーナーからへパンチング、シュートだ。このシュートを弾いた。コーナーキックになりました。ショートコーナーから攻撃。ヘンダーソン、あっと、ボールを運びゴールに襲いかかります。あそこ、ここでシュート、ディフェンスに当たった。ちょっと強すぎたか。ボカ、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ラノキア、トゥラン、ヘンダーソン、さあスタジアムのテンションが上がります。ヘンダーソン、シュートはしっかり詰めている。シュート、ディフェンダーが間に入った。いい形でゴール前まで持ってきました。このボールは相手にクリアされました。ラノキア、サイドへのパス。ラノキア、マルタン、ヘンダーソン、ルーズボールになった。これは狙えます。キーパーこれをセーブ。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールへの寄せが非常に速い。このパスはダメでした。通りません。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。ボールを運びゴールに襲いかかります。このシュートはさすがキーパーが難なく抑えます。さあスタジアムのテンションが上がります。いいボールでしたが、ここはクリア。ラノキア、
ヘンダーソン、いい形でゴール前まで持ってきました。審判はフリーキックの判定です。これは見事なインターセプト、ルーズボールになっています。スペースに見事なロブパス、スルーパスが長いか。スローインで試合が再開となります。トゥラン、ヘンダーソン、パス、さらにパス、キーパーが軽く抑えました。ボカ、横へ展開、サイドでボールを奪われました。ミッドフィールドでボールを取りました。うまく読んだインターセプト。メンディ、かなり遠くから狙いました。コーナーキックを奪いました。勝ち越し点をどのように狙うのでしょうか。先ほどの場面をご覧ください。ここはしっかりとセーブしましたね。ゴール前に入れた。このヘディングは大きく外れました。後半戦キックオフです。ウタカ、ボカ、危険な位置です。緊張感が増してきます。鋭い読みでカット。ラノキア、またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。あっと、これはスローインになります。ヘンダーソン、ボールを運びゴールに襲いかかります。メンディ、パスをつないできましたがここで奪われました。シュート、シュートはブロック。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。トゥラン、
サイドへ展開していきます。外へボールを散らしましたが、そこでカットされています。これは見事なパスカットです。さあスタジアムのテンションが上がります。ここで打つ、コーナーキックになりました。短くパス、クロスが入りました。このヘディングはクロスバーを越えました。入っていてもおかしくはなかったんですが、ゴールを奪い損ねましたね。ここはインターセプト、しっかり予測していました。素晴らしいボールです。ここはキーパーが素早い前進、ボールを拾っています。いいカットです。ボールを奪いました。勇敢でしたね。キーパーがボールを拾い上げています。マルタン、ヘンダーソン、危険な位置です。緊張感が増してきます。残念、ボールを奪われてしまいました。このパスはカットされました。サイドからの、ここはよくスペースが見えていました。ボールを運びゴールに襲いかかります。メンディ、サイドへのパス、中央へのボールはクリアされました。さあスタジアムのテンションが上がります。ヘンダーソン、シュート、キーパーボールをしっかりキャッチ。横に振ります。このパスは読んでいました。いいクロスが中に入った。いい形でゴール前、スペースを見る、スペースにスルーパス、ちょっと長いか、ディフェンダーに跳ね返って入った。ボールはディフェンダーに当たりました。ついていないゴールですね。懸命にブロックしようとした結果ですから、仕方がないでしょう。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね、これはちょっともうなさそうですね。苦しい試合になっていますが、ホームのサポーターは諦めていませんね。まだ1点差ですからね、選手たちも力が出ると思いますよ。このパスは通りません。これはさすがに読まれていました。
タイムアップ、ゲーム終了です。いい形でゴール前まで持ってきました。